ところで最初の4小節を。どっかもう一箇所やっていきましょうか。はい、そしたら逆に今のは音量を大きくするっていうのがあると思うんで、ちょっとあっちがいいな。2個目なんだっけ、あっちですよ。スタートリックの効果がまたちょっと違いそう。ごめん、いい素材だわ。まあ、PP じゃなくてもいいと思うんですけど、音量的には目ぞころってぐらいなイメージ。これみんなでやってる、これはもうユニゾン で、その後トランペットがもう一段階音量大きいぐらいで繋がってくるみたいな。厄介ですね。今とはまたちょっと違う、双方行くじゃないですか。それを我慢してみる。ご自身の中の怖い時に発動する確率双方って特定できます。この感じやの感じ。それを使わないで吹く。ちょっと試してみましょう。
だから、本番の時に冷静にそう思いながら吹けるかどうか。その、そうなんですよね。でも勝負はそこにこそあるっていうか、だから外したか当たったかの勝負じゃなくて。ごまかしに行ったか行かなかったの勝負。そこを踏みとどまったかどうか。で、残念ながらごまかさなかったことで思いっきり外すってことは、まあ、同時に生ずるので。でもそれは勝ったと言っていいですよね。世間的には負けかもしれないけど、ポル的には勝ち。っていうのが多分一番ポイントで、あとは、まあ、音をちょっとこう落として一様に吹く効果があるものとして、教式の人だったら割とこのまんま吹く、特式の人だったら割とこのまんま吹くと、絞ろうとしなくても音量ちょっとこう勝手に落ちてくれる。でも弾いてないからある程度安心感がある中で弾けるという感じですね。ピアニシモ、ピアニシモ、ピアニシモ、どうぞ。
弱いところこそ安全層を使わず蓋を